はい、た。フリー。あ、人いる。あ、やばい、人いる。一旦、いろんなこと話す前に、やつをやろう。オッケーオッケー。やばいやばい、無理だ無理だ無理だ。あ、終わった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 。あ、終わった終わった。オッケー、任せて。やったやったやった。痛い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 。ナイスナイスナイス。もう一人、もう一人、もう一人出てくる。こんな、俺殴りに行くから。で、やばいやばいやばい、終わった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 。終わった？いけるいけるいける。お前、はぁはぁ、さてお前、ボットだな。はい、どうも。なぜ、お茶さんがいないか。お茶さん、今、やばいらしい。かなりやばいらしいっすよね。かなりやばいらしいっす。なんか体調が、もう笑い事じゃないんだけど、39度、40度ぐらいの熱が、3、4日収まらない。もう4日目じゃないですか？ 4 日目だよね。うん、なんかいきなり、その、グループラインあんだけど、その、サヨドラの、やばい、死ぬかもって。え、何何何だったら本当に体調が悪いらしくて、でも一応鳥ちゃん連絡取ったんでしょ、あれから。また、あ、そうですね、マジヤバそうでした。ちなみにあのお茶さんが辛い系のことを言ってたんですよ。あー、やばいね。絶対にその風邪とかで辛さを出さないで有名なあのお茶さんが、あれインフルなの？インフルって聞いたんですけどね。あ、皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますなのに、お茶さんなしでどういうことってます。あの現状報告動画でございますこれは。ちなみになんでこんな採石場に降りてるかって、お茶さんがいないと不安だからです。雑魚二人だから。大雑魚とね、小雑魚。俺多分小雑魚だから。小雑魚か。つかインフル流行りすぎじゃね。あと運転してもらうよ俺は。あの乗り方わかんないっす俺。あった。いや運転である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 。マジでインフル流行ってる。なんかね、知り合いとかもなんかうちにさ、子供生まれたからさ遊びに行くよって人が、はいはいはい、多分4人連続でインフルだから行けないってなってる。ああ、でもよかったっすね、来る前に。いやマジでそう、マジでそう。よかったって言い方あるか。いや、まあ実際よかっただよこれは。重生っす、重生っす。ノイス。もう一個受精来たよね。あ、2個ある、2個ある、2個。いた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 。あのね、茂みの中隠れてる。いたいたいた。おー、ナイス。鳥ちゃんってコロナ経験あり？え、俺、エイダさんに移されたね。あれ、あったっけ、そんなこと。そうっすよ。エイダさんの謝罪の焼肉おごりはまだ来てないっすよ。あー、あれでもさ、仕方なくない？だってさ、なんか、撮影があったのよね、その時確か。そう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 。で、撮影して、多分2、2日後ぐらいに、マジでごめん。コロナだったってなって。なってたね。お茶さん、いや全然俺平気でやるから、鳥ちゃん、あ、喉痛いっす。しかもマジです、マジで外出てないから俺。そう、あの瞬間しかなかったんだよね。そうそうそう、完全に。でもさ、映した俺が言うのはあれだけどさ、うん、あれ無理だね。まあ無理ね、後からわかるからさ。いや、焼肉はちゃんとおごりますから、そのうち、そのうちね。本当っすか。俺もね、最近あんま人を取ってないからさ、はいはいはい、ちょっと鳥ちゃんにね、すげえどうでもいいこといっぱい言いまくるわ。子供話をいっぱいしまくるわ。いいじゃないですか。あのさ、俺ぶっちゃけ言うと子供がそんな好きではなかったのよ。あ、まあ、子供可愛いとか言うタイプじゃない、ね、してるっしょ。うん、でよくさ、自分の子供は別っていうおじさん出てくるじゃん。いや、自分の子供は別で可愛いからって、はいはいはい、あれガチっす。ガチ、都市伝説じゃなかった。あれね、本当だったし、あのね、なんだろう、可愛い。あー、でもエイダさんってやっぱね、うん、親バカになるなっていうイメージはあったっすよ。やって みんな言うのよ、俺が子供生まれるまでの前は。いや、エイダはどうせ子供可愛いって言うからって言うけど、俺超不安だったら、自分の子供がさ、言ったら可愛いと思えない可能性もゼロじゃないじゃん。確かに、まあまあ、まあ、俺いろんな人にそうなしてる。いやー、でも分かんないからさ、もしちゃんと自分の子供を愛せなかったらどうしようって相談しまくったんだけど、はいはいはい、めっちゃ可愛い。びっくり。あのね、おじさんびっくりですよ。1ヶ月超えると、あのお風呂がさ、前までは、あの1ヶ月間の間はちっちゃい湯船にベビー用の入れて入れるんだけど、今さ一緒に入れるんだ。へえ。俺入れてんだけどさ、めっちゃ可愛いの。相当食べるな。プカプカ浮いてさ、気持ちよさそうにするんだよ。ただ俺ね、あのごめん、あえてリスナーにも鳥ちゃんにも言うよ、他人の子供自慢ほどどうでもいいものはねえんだ。子供の話聞くのおもろいっすけどね。あ、そうなの。うん、周りにもやっぱ子供生まれた人とかいるんで、 あったりしてるっすけど、やっぱ可愛いなと思いますもん。意外、一番そういうのなんかダメそうなんですよ。いやいやいや、でもお前欲しいとは思わないですよ。あー、そうなの。うん、思わないかな、欲しいとは。鳥ちゃん子供好きじゃなさそうだったのにな。ギャーギャーうるせえだけじゃんって言ってそう。いやいやいや。偏見にも程があるけどね。まあでもどっちかっていうとそっちタイプかな。あ、そうなんだ。うん、手放しで好きっていうタイプではないんですよ。知り合いの子供だから、あー可愛いじゃん、うん、そんな知らない人の子供が好きかっていうと結構好きじゃないかも。それがですよ。自分に子供ができるとそれすらも変わってしまうんだよ。あ、優しくなる。他人の子供が可愛くなってくる。他人の子供は、いや、なんでびっくりびっくりびっくりマンですこれ本当に。他人の子供は好きにならんでしょう。いや、
あのね、なんか感情移入するし、泣いてても、いや大変ですよねってなるし、全然変わる。これ泣きとかは気になんないですけど、うんうん、まあんまりなんか感情を抱かないかも。抱いちまうから、君にもね、子供ができれば変わりますよ。お、いた、あ、人間だね。嫌がらせだけしようか、素晴らしい。惜しい、詰める。うわ、3歩立ってる、これやれるぞ。スコープがないんだよな。これ端少しからね、端少しからね。あ、いないいないいない、マジで。大丈夫？いや、あの、ごめん、気づいてたらめっちゃ前出た。やべ、こんな下手な人いる。これ射程切れてる、射程切れてる。頑張れ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 、下がれ下がれ下がれ、下がるよ、下がるよ。頼む頼む、やってくれ。無理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 、ひどいひどい、ひどかった。本当にこんなひどいんだって思うぐらいひどかった今の試合内容。今回あえて敵いるところだから。ああ、なるほど、やっちまうってことですか。うん、ちょっとあの今のは今のままじゃ終われねえ。オッケーオッケー、武器弱。あ、俺の武器、あ、ごめんごめん、取っちゃった。いないいない、あの勝手に取っちゃうんですよ。止めすぎるだろ設定。俺にこの動き止めれないですよ。あ、足音足音、やろ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 、2回でしょこれ多分。いたいた、ナイス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 、いたいたいた、どこどこ、外外、入ってくる、ガチ肘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 だと思う。ああ、ください。どうもないっす。オッケー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 。はい、今んとこね、小雑魚大雑魚ちょっと決まりかけてるね。いや、ああ、めっちゃ削ったよ、めっちゃ削った。負けてますから今倒れてるの誰ですか。確かに。確かに。もうワンパンいたかもしれないよね。多分いた。ああ、いるねいるね。あ、降りてきた降りてきた降りてきた。入り口に今見えてる。オッケーオッケーオッケー。あ、あ、そうか。いや、一人やった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 。待って待って待って、オッケー、うま、はい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 、そういうこと、うま。エイダさんのお子さんって女の子じゃないですか、うん、女の子女の子、どうするんですか嫌われたら。あのね、怖いの。いや、あのね、今んとこさ、うん、赤ちゃんって感情がほとんどないのよ。楽しいとか喜怒哀楽とかがそんなに、そのないの、そんなにない。そういう脳みその回路がまだできてないらしくて、だからそのやっちゃいけないこととかもわかんないし、赤ちゃんってバタバタしてるじゃん、手足、あれ自分でやってないのよ、体が勝手にやっちゃってるだけなのっていうレベルだから、獣です、今んところ。だからいいけど、感情が芽生えた時に、うん、あの嫌われたらどうしようはマジで思う。やばい、テキス、やったやった、ノイス。だってそれこそパパ汚い、寄らないでみたいな。ああ、そう、よく言うよね、出てくるんじゃないかな家。ショックすぎて。あれはボットがいるので、ボットオッケー、またあれボットじゃないのいるぞ、明らかに同じ方向に、あれ絶対人間だ、あの機敏な動きは人間だ。やった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 、おー、マジか、俺俺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 俺、お前だ、ごめん、ボットの方だった俺のキル。アンチっすね俺ら。そう、ギリギリアンチだね、ワンチャン入る可能性もあるから、この辺なら60の方向に車、オッケー、止まれ止まれ止まれって、はい、の、え、マジ、ただ、あの、家の中だから待って、いや、外にいる、あー、入られるか、さすがにこの位置にかける、あー、惜しい、いた、うわ、やばい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 、やばい、死ぬ、俺死んだ、俺死んだかも、どっから、わかんない、やばい、痛い、裏、裏に、やばい、裏、裏、裏、やばい、やばい、やばい、頼む頼む、木裏かな、やるわ、ちゃんと255の木裏、怒ってるか、いや、まだね、ここ写真撮って、あー、あ、もう使えねえな、お前は。昔からよ。どこどこどこ、左から2本目の木、どれ。よっしゃい、一人優勝したるわ。任しとけ、この車で移動やだな、でもやる、ちゃんと俺ここに来て車運転します。ついに、エネタ、車運転する。負けだー。おい、やめろ。あ、いた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 。やるやってるやるやってる。周り見てもらえてやばいね。二人が見えてるから、三人はある意味見えてるんだよ。あっちでやってるから。ってことはあれ、ラストじゃないか、あっちの方向で。まだ車、車、車、車。もう、これしかない。これしかない。ってことはもう、位置は分かった、位置は分かった。俺はこれで行く。服緑だし。こんな気づくわけない。こんな気づくわけない。見ない。やばい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 、やり合うんじゃないでも、やり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 、いけいけ、あ、あ、あ、突っ込め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 、いけいけ、やばいです、戦場カメラマンです。ああ、許して許して、戦って死にたかった、リボンより強すぎやろ、リボンより強すぎやろ、何